大正期イギリス海軍の大将は、海軍大佐の上、海軍少将の下の階級。NATO ランキングコードでは、オブマイナス6にあたる。イギリス陸軍、イギリス海兵隊の巡将、イギリス空軍巡将と、同じく、将官でなく左官の最上級の階級である。ウィリアム三世紀のイングランド上陸中世ヨーロッパでは、複数の艦船で編成される艦隊の指揮を取る、のには、 アドミラルの役職名が与えられた。そして、アドミラルには、序列があり、総称して、召喚と呼ばれていた。召喚が、身分化して、承認に、定員や年功等の理由による制約ができるようになると、召喚の資格を有する者がいない場合、最選任の官長が、官長の身分のまま複数の官の指揮を取るようになった。代償の制度を最初に設けたのは、 第一次英乱戦争の頃のオランダ海軍であるとされている。1688年、名誉革命により、ウィリアム三世がオランダから来て王位についた際、その随行者の中に、コマドユールと称する海軍の将官に準じる地位にある者が一名おり、イギリスで初めての代償となった。1690年、海軍本部が最先人の艦長にコマドウの称号を付与するようになり、 1732年にコモドという称号で正式な制度となった。しかし、これは実態のある階級ではなく、代償に任じられた士官は官庁名簿に載せられたままだった。代償はその任務が終われば官庁に戻されることもあった。また、官庁は少々に昇進するのに代償を経由する必要はなかった。代償として任に当たっている官庁が、 陸軍の巡序と同等であると認められたのは1748年になってからである。イギリス海軍の代将はやがて二つのクラスに分かれた。代将は機関に艦長を置いて、自らは船体を指揮し、少々と同じ砲球が支払われ、船体の全艦が獲得する打補償金の8分の1を割り当てられた。代将は艦長として自らの艦の指揮を取りつつ、 戦隊を指揮した。1783年、代償には少々に準じた制服の着用が許された。少々の制服とのわずかな際は、1958年に代償の2つのランクが固定的なものとなるまでわずかに変化している。代償の任命は会場部隊の指揮官に限定されていない。また、20世紀には陛下将校と同様に、 特技士官も代償に認じられるようになった。代償がイギリス海軍の実体的な階級となったのは1996年のことである。イギリス海軍のウィリアムス大将代償は、少々と同じ袖章を着用したが、検証は、金ボール地に王冠、二つの聖章、一つの怒りをあしらったものであったも、聖僧のエポーレットのみは同様で、聖章は大きなものが一つである。彼らは、 演技のセントジョージ機を掲げたが、セカンドクラスの代償機に見られる赤い丸は覗かれていた。代償は1.75インチ幅の大金線1本と直径1.75インチの金の円管を両袖に、付け、また同じ衣装のショルダーボードを着用した。それ以外は大佐の制服と同じだった。現在の代償は以前の代償の気象を着用しているイギリス連邦に属する 国のいくつかは、代償を、左官でなく同等な償官と置き換えた。その場合の袖の階級章は1.75インチ幅の金銭1本と、その上の直径2インチの金銭のカールであり、検証は、金ボール値に王冠及び交差する剣とバトンを、あしらったものである。しかし、政省に関する、連邦内の意見の相違から、若干のバリエーションがある。その場合、 制服の階級賞以外の部分は少々と同一である。ありがとうございます。